はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのグリクシスミッドレンズを紹介したいと思います。まあリストを見て分かる通り、レザーブとクロクサのコンボを取り入れつつ、最終的にアショクやボーラスでアドバンテージを取って勝つというデッキですね。ラザーブとクロクサのコンボは割と現実的で、ハンディスや除去を打ちながら4ターン目には、クロクサになったラザーブで殴れたりすることもあるので、思ってたよりは使えるコンボだなという印象ですね。サマナイキには新環境が始まってすぐに評価が爆上がりした悲哀の徘徊者を採用しています。まあ、サイズは3マナ3、2と標準レベルでしかないのですが、アグロ相手にはチャンプブロッカーを出せるのが強く、コントロールに対しても戦術がついていたり、脱出で再利用できたりするのがかなり強い1枚ですね。今回は4マナ1の予見のスフィンクスとともにデッキを安定させてくれるカードの一つとなっています。今回は5マナ1に新アショクを採用しているのですが、使った感じ割と優秀な1枚で、試合終盤で致命的なパーマネントをバウンスして追放することができたり、延々とトークンを出すことで相手の地上クリーチャーを無効化したりと、5マナのプレインズウォーカーとしては十分な強さを持っているかなという印象はありますね。今回はダイヤ帯の BO3 で回したのですが、8戦回して5勝3敗という結果でした。まあ、マッチアップを見て分かる通り、最近増えているコントロール系に対して5部、アグロやミッドレンジに対してはやや有利かなという感じですね。はい。ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さて1試合目勝って2試合目ですね。まあやや、土地が多いハンドではありますが、ラザーブクロクサコンボを決めることができるハンドなので、まあキープはできるハンドかなという感じですね。まあ、スクライランドが2枚あるということで、スペルを探しに行けるので、まあ、キープはしてもいいかなと思います。さあ相手は米地からスタート。さてここでアショクを引いてくる。除去が1枚欲しいですね。お、軍団の最後はかなりいい1枚ですね。まあ、相手がバントアドベンチャーということで、停止を倒せるカードを1枚は持っておきたいですね。さあ相手はここで島を持ってくると。ドルイドからスタート。 OK。 さあということで、まあラザーブからいきますかね。まあラザーブは、サイコスの巨人で倒されないので先に出しておいてもいいかなと思います。まあクロクサは3ターン目4ターン目で OK ですね。ボーラスは、トップでいいかなと。まあ、現状5マナまで確定しているので、高マナ域のカードは取っておきたいですね。さあ、ここはトークンからスタート。から停止と。まあ、停止は最優先で倒していきたいので、次のターンは軍団の最後を打っていきます。まあ、相手のハンドもね、確認できるのが、軍団の最後のいいところですね。さあここで平地を持ってくると。お、軍団の最後で、停止を2枚抜くことができましたね。さて、まあ、土地は現状いらないのでボトムに送っていくと。さあこれで、次のターンにはクロクサラザーブコンボを決めていくことができますね。まあ、次のターンには、2枚ディスカードさせることができるということで。おっと、ただここはテフェリーで一旦バウンスかな。はい、まあ一旦バウンスはされてしまいますが、まあラザーブプラス、クロクサで動いていきますかね。まあこの2枚プラス、その次のターンにボーラスかアショクと動いていけるので、まあ割と動き的には強いですね。さあラザーブ出し直しからのクロクサをプレート。まあ、相手結構ねハンドが強そうなので、ランダムディスカードでも結構いいかなと。さあただここは、余っていたマナクリを捨ててきましたね。まあただ相手の反応が割と、土地が伸びないと強くはない反応なので、土地が止まっているうちに攻めていきたいですね。さて、ここはまあ、クロックサーからいきますかね。さあコピーして、
本体に殴っていくと。さあこれでさらに1ディスカード。まあこの中盤以降のディスカードはかなり強いですからね。さあここで相手はハイドロイドを捨ててくると。ここは一旦チャンプをしてくるかどうか。ここはスルー。さあただまあこっちもね結構ライフは削っているので、ガンガン攻めてくる可能性もありますね。まあただボーラスもいるということで、現状そこまで辛くはなかったのですが、ここでグレートヘンジを引いていきましたね。このグレートヘンジは結構強いですね。まあウーロと合わせて、ライフゲインもどんどんとされますし、ドローも進んでいくと。まあなんとかアショクで追放していきたいですね。さあここをテフェリプラスから殴ってくるかどうか。お、ここはそのままターンを渡してくると。とりあえずテフェリに殴っていきますかね。ウーロが、次のターンに出てきてしまいますが、相手の反動を枯らせたいというのもそうですし、テフェリのバウンスも、この盤面においてはかなり強いので、とりあえず一旦殴ってみますかね。さあこれで能力誘発でおニッサを落としていくと。まあこれは殴って正解ですね。さあ一旦チャンプか相打ちを取ってくるか。ここは相打ちを取ってくる。まあ相打ちは OK でしょう。グレートヘンジをバウンスするか、もしくは、ボーラスから入っていくかですね。まあ、バウンスの場合はアショクを落とされてしまうので、ボーラスから行ってもいい気はしますね。相手も土地がねそこまで伸びていないということもあるので、パーマネント追放でも結構強い盤面ですね。お、そして食らい尽くしを引いてくると。これは結構でかいですね。相手のウーロを、追放していくことができるので、割とこの1枚は重要になってきそうですね。さあここで相手はウーロを出してくることができるので、まあおそらく、おっと、ここでそのドローは強い。さあ一旦ボーラスは、追放されていくと。そしてトップ、まあこのターンウーロからの2ドローですね。さあウーロを脱出で唱えてくると。この2ドローがやっぱでかいですよね、中盤以降は。さてまあただとりあえず、食らい尽くしでウーロの対処からですね。まあ現状7マナということで、一旦食らい尽くしで、そのままターンを渡していくと。土地は、墓地に落としていくと。まあこれで次のターンにはクロクサプラススフィンクスで動いていけるので、まあそこまで悪くはないですね。さあただクリーチャーを引かれているので、グレートヘンジによって、どんどんと連鎖が続いていきますね。ここで止まってくれるとありがたいが、ここはそのままマイナスで引いていくと。まあドルイドを戻して出し直すっていう動きも面白そうですが、ここはそのまま殴ってきましたね。さあということで、クロクサを脱出で唱えていくと。
まあ、黒草が対処されない限り、まあ、一応盤面は止まっているので、また有利を取り戻していけますね。さあディスカードは土地、さらにスフィンクスを出して、まあ、このアップキープの戦術も終盤は、かなりねでかいので、まあ、盤面的には有利を取り戻せたかなという感じですね。まあ、次のターンに、2ディスカードからの亜足と出していけるので、まあ、相手のグレートヘンジも対処していけるかなと。さあここは土地をセットからの、おそのまま渡してくると、まあこれは、相手のハンドも枯らすことができるのでだいぶでかいですね。まあどっちとも殴っていって OK かなと。さあとりあえず1ディスカードから土地を捨てていくと、まあ一旦相打ちを取っていきそうですかね。うん、まあ黒草は無視できないということでここは相打ちを選択と。さあこれで、盤面がかなり綺麗になって、さらに相手の反動をね枯らしていくことができるので一気に、有利になりましたね。おお逃げと思っている。これは黒草もでかかったですね。さあ逃げと回避して亜食でグレートヘンジを追放していくことができるので、まあここまで来たらまあ8割方勝ったかなという感じはありますね。さあこれでサラチニ亜食ということで、めちゃくちゃここからアドバンテージを稼いでいくことができます。相手のライフはねまだ20ではありますが、盤面的には、一気に蹴りがつきそうな感じですね。食らい尽くしは、おっと、ここでさすがに投了と。OK! さあやっていきます。こちら先手。まあこれはキープできますね。まあスフィンクスもあるということで、とりあえず土地を探していきたいかなと。まあやっぱりこのスフィンクスがいるとね、結構、初手のキープが容易になるので、デッキを安定させたかったらおすすめですね。さあここはトップが3枚土地、まあ5マナまでは伸ばしたいデッキなので、1枚ボトムで OK ですかね。まあとりあえず4マナまでは確定させて、おさあ2枚目の思考消去もあると、まあ間に持ってきておきますかね。とりあえず、蒸気口タップインからスタート。まあハンデスも除去もあるということで何が来ても OK ですが、さあ相手は停止からスタートしてきたので、踏みつけが刺さっていきますね。まあ新環境になってからもやっぱりこのアドベンチャーデッキは一定の人気がありますが、さあ相手はこれ、ティムールアドベンチャーっぽいですね。とりあえず思考消去から、なるほど。まあ、除去がないので、停止を抜いていきますかね。とりあえず、土地はトップ。まあ、トークンは現状、どうでもいいので、2体トークンが出されても OK かなと。さて。何からいきますかね。まあ、現状相手が、赤マナがないということで、スフィンクスから行くのが丸いかなと。まあ、スフィンクスから、除去を探していきたいですね。さあ、44飛行クロック、プラス、毎ターンスクライをしていくと。まあ、相手はとりあえず、恋矢面の野獣から、
そうですかね。まあ赤マナを引かれないうちに、どんどんと展開をしていきたいかなと。さあここは、もう一回森をプレイ。徘徊者、チャンプブロッカーにはなるのですが、まあボトムでも OK かなと。さてまあここは、ラザーブプラス思考消去で動いていきますかね。とりあえずラザーブで情報位置、土地はボトムで、まあ思考消去からで OK かなと。お、これはいいですね。さあこれで、次のターンにラザーブクローサーコンボが決まっていくので、だいぶでかいですね。まあここは一旦スフィンクスを、ブロッカーとして残しておいて、まあ野獣と相打ちを取っていく形でいいかなと。まあおそらく相手は、スフィンクスを落としていきたい感じだと思うので、ダブルブロックですね。まあ、厚かましい借り手なんかを引かれてない限りは。さあこれでとりあえず野獣は倒していけたと。さあそしてクローサーラザーブコンボですね。相手にでかいブロッカーがいなくなったということで、黒草になったラザーブががっつりと殴っていけると。いや結構やっぱこのコンボは実用的ですよね。さあこれで相手のハンドも全て奪っていく。まあ、相手からするとね、このただの2マナクリーチャーのラザーブに除去は使いたくないですし、ラザーブが残っていると突然クローサーになって殴りかかっていくと。 OK。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこのデッキのね強いところは見せることができたかなと思います。まあ試合を見てもらった通り、結構ね、コンボに関しては割と実用的で、まあラザーブなんかに除去を使ってくれると、今度はスフィンクスなんかが生き残りやすくなるので、相手からするとね割とめんどくさいデッキかなという感じですね。まあ基本的に虚空の力戦には対処できないリストなので、力戦を入れてくる相手にはラザーブは全抜きのプランでいいかなと思います。まあ、クローサに関してはね、力戦が張られていても仕事はしますし、ワンチャン力戦が張られなかったら普通に使っていくことができるので、そのまま残しておいてもいいかなという感じですね。はい。ということで、まあ、高ランク台でもね、しっかりと勝てるデッキになっていますので、よかったら作って遊んでみてください。はい。ということで、今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録まだの方は、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、またね！